はい、えー。今回は、えー、ソニーの Vegas Pro の基本的な使い方を解説していきます、えー。今回はこんな感じの撮影した複数の素材をカット編集して繋いで一本の動画として完成させていく流れを解説していきます。えー、まず、こちらが、えー、Vegas Pro を起動した状態の画面です。えー、まずはじめに作る映像の設定をしていきます。ファイル、新規で新規プロジェクトを設定していきます。 今回は、えー、今一番一般的な、えー、YouTube 用のフル HD の設定で進めていきます。テンプレートから一番近いものを使っていきます。えー、1080の60ですね。1920×1080 の29.97、えー。こちらが一般的なフル HD ですね。で、見ていくと、1920×1080。で、フィールド順序はなしに設定しておきます。で、フレームレートを29.970ですね。 で、OK ですので、OK で決定します。すると、えー、この画面ですね、作っていくプロジェクトが 1920×1080 のフル HD の設定になっています。で、えー、まず、エクスプローラーですね、えー。ここに Windows 上のハードディスクの中身が表示されています。で、この左のフォルダをクリックすると、この右が中身になります。こんな感じですね。では、まず、 素材を配置します、えー。撮影した動画素材をクリックすると、プレビューが表示されます。で、ドラッグしてタイムラインに配置します。こんな感じですね。えー、はじめに基本的な操作としまして、このタイムラインですね、クリックすると、このバーが移動します。これを、素材の方に移動して、矢印キーの上を押すことによって、 このカーソルを中心に時間を拡大することができます。下を押すと縮小ですね。で、これぐらいにタイムラインを広げておきます。で、ここの項目で、えー、再生、一時停止停止、カーソルを最初に移動、最後に移動、といった感じのプレビュー項目があります。で、カーソルを最初に持っていき、再生していきます。えー、スペースでも再生できますので、スペースを押して再生します。 こんな感じの撮影素材ですね。で、必要なところを探していきます。まず、この袋をですね。えー、カメラの反対側を向いている時間が長いので、この辺りをスタートにして、すぐ振り向くように設定してあります、えー。ですので、スタート位置にしたい、カットしたい部分ですね。にカーソルを移動して、キーボードの S を押します。すると、このカーソルの位置で、えー、動画を分割することができます。 で、不要な方を選択して、デリートで削除。そして、素材をドラッグで前に持っていきます。すると、こんな感じで袋がすぐ振り向くように編集できます。で、最後も長いので、この辺りで S を押して、後ろをデリートします。 こんな感じですね、えー、こんな感じでカット編集を行っていきます次の素材を読み込みます配置して見ていきます、うん こころを探していきますこのペンギンが動き出すあたりから使っていきますのでこのあたりで S を押してその手前を削除しますで動画を詰めてで動画が素材が重くでスムーズに再生されないような場合はこのプレビューの設定から プレビュー自動にしてやるとスムーズに動くように自動的に設定してくれますこんな感じですねでこのペンギンはこの辺りまで使用したいので S を押して後ろを削除こんな感じですねさらに素材を配置していきます この動画は被写体に一番最初に動きがあるので、最初使っていきます。まあ、この後ですかね。再生したまま s を押すことでも、こんな感じでフリップを分割することができます。で、不要な部分は削除。で、この長さですね。微調整する場合は、 この動画素材の端っこですね。ここにマウスを持っていくと、こんな感じでカーソルが変わります。で、これをドラッグすることで、こう、長さを微調整してやることができます。もう少し長くていいですね。こんな感じで引っ張って伸ばします。さらに素材を読み込みます。 で縮小ででさらに、S、でここを使用したいのでその前後はデリートで削除しますで見ていくとこんな感じですね これで基本的なカット編集が終わりました。で、次に、この撮影した素材ですね。すべて、まあ、天候が曇りのせいもあって若干暗いので、明るさの調整をしていきます。えー、この素材すべてにまとめて、明るさの設定をしたいので、このトラック自体にエフェクトをかけていきます。えー、このトラックエフクスですね。ここをクリックすると、えー、エフェクトがいっぱい出てくるんですが、その中から、 えー、ソニーカラー曲線を使います。追加。OK。で、このカーブですね。をいじっていくことで、こう明るさの設定を変えていくことができます。で、こういう色の設定をするときは、解像度をフルにしていた方がいいので、表示を最高にします。最高画質ですね。 で設定していきますオフとオンで見比べながらこれぐらいですね。 えー、これで撮影素材の編集は完了です。では次にテロップを入れていきます。テロップはこのメディアジェネレーターの中にあるテキストを使用していきます。今回はこのデフォルトのテキストをドラッグして配置。で、トラックの順番を上に持っていきます。すると、こう、動画素材の上に文字が載った状態になります。 で、テキストを打ち替えていきます。えー、神戸動物、王国と。で、フォントも変えつつ、サイズですね。26ぐらいかな。で、次に、配置。 プレビューのここでグリッドなんか表示したりすることもできます。これぐらいですかね。で、次にこのプロパティの項目で色ですね。で、エフェクトなんかでは。 このアウトラインですね。を設定してやることができます。アウトラインの太さも設定します。こんな感じですね。で、このテロップのレイヤーも端っこを掴んで伸ばしてやることで動画の最後まで表示させることができます。 こんな感じですね。これで映像側の編集は完了です。最後に BGM を載せていきます、えー。今回はこのカメラの音声ですね。これは使いませんのでミュートしておきます。ミュートのボタンを押します。で、BGM のデータを読み込みます。で、使用する部分を探していきます。 で、この音なんですが、今このメーターを超えてますね、ピークの。えー、これは超えてしまうと音割れしてしまいますので、ボリュームを落としておきます。マイナス4ぐらいにしておきます。で、このラッパーが始まったところから使用することにします。こうですね。で、拡大して、 家の頭ですねで、S を押して手前を削除で拡大してさらに微調整しますこんな感じですねでスタート位置に移動で最後の部分も S で削除しますでこのままですと 曲が急に終わってしまいますので、フェードアウトをかけておきます。えー、フェードアウトの作り方は、この波形の右上ですね。ここに、マウスを持ってくると、フェードアウトのアイコンに変わります。これをドラッグしてやると、こんな感じで、青いカーブが描かれるんですね。これがフェードアウトの形になります。えー、これぐらいにして、 少しゆっくりでもいいですかね。こんな感じですね。これで完成しましたので、一通りプレビューしてみます。 こんな感じですね。これで完成しましたので、プロジェクトを保存します。ファイル、名前を付けて保存ですね。で、動物01として保存します。では、最後にこのデータを書き出して動画を完成させていきます。ファイル、レンダリング、えー、ファイル名、動物01ですね。で、ファイルの種類から、えー、MOV であれば、クイックタイム、 えー、AVI であれば、ビデオフォーウィンドウえ、Windows メディアビデオといろいろあるんですが、今回は YouTube 用に書き出していきますので、MP4 を使用します。で、カスタム設定から、えー、19201080フル HD ですね。で、29.97の、えー、ビットレートは、えー、画質の設定ですね。5 0メガを使用します。で、オーディオは48の、 えー、384で OK で保存を押すとレンダリングが始まります。えー、これでレンダリングの処理が完了すると、えー、データが完成します。はい、これでレンダリングが完了しましたので、えー、書き出されたデータを確認していきます。 はい、これで完成です。こんな感じで直感的にサクッと編集して動画を完成させていくことができます。すごい使いやすくておすすめのツールですので、興味のある方は一度体験版なり使ってみてください。今回は以上です。またお会いしましょう。